2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。サンフォージョンはあの草津のスタジアムに行って最初に行ったと感動したのはトイレが全部ヒノキのお風呂のこう作りになってたんだけど、アウェー側の椅子とかが結構最初感動したんだよね。仮設のやつ、もう 5,6 年前かな。長打勝利ですよね。そうそうそう、ベンチが全部あのヒノキ風呂で使うヒノキが全部ビシッと、すげえ気持ちよかった。すごい、だから良さはある。足湯作ろうよ。足湯あったわ、絶対あそこの、だからゴール裏の下のところにこうやって溝掘ればいいんですよ。そうそう、ここにお湯流せばいいんです。散々日本中いろんなとこ行ったけど、アウェーの席行ってヒノキの風呂の匂いを嗅げたのは草津だけだもん、ね、ああ、これ今ないですよね。敷島だけだもん。やっぱり一番ね、そうやってエンブレムに湯気入ってる素晴らしいじゃないですか。そうですよ、これもすごい誇りに思ってます、ね、やっぱあのうどんとかもそうだけど、素晴らしい。結構みんなね、東大元暮らしでね、あのもうちょっと視野広げればね、自分たちの良さなんかいくらでも見つかるから、普段からこうちょっとゴール裏から湯気出てんぞとか、なんか温泉卵食ってんぞ。そうだから、ね、自分たちの良さ、面白さ、自虐でもいいんだけど、なんかねえか、なんかねえかって365日やってないと多分出てこない。そうですね、今日パンって言われて出るではしないけど、東京にいると自分の田舎を俯瞰で見るじゃない。うん、そうね。で宮崎県も僕が東京に来てから宮崎県見ると超面白いって思うんだけど、そうそう、宮崎県にいて宮崎県に住んでる人ってなんて嫌なんだろう、なんて不便なんだろうって思うんだよ。そう。だそこをやっぱりこう都会にいる人間、我々こういう都会にいる人間が田舎のここって面白いんだよっていう風に伝えて発信していってあげること、都会っぽいことやろうっていうのはもう違うもんね。そうなんですよね。そうそうそう、 J1 がやってもっともっともっといい。だから未だに多分サポーターの一部のとかというか、やれずみてえになりてえとか、マリノスみてえになりてえとか多分言ってると思うんだけど、禁止です、禁止です。もうね、あのもうその時点でそのサポーターのセンスないから。それでもうだってもうそれで裏は超えられないもんね。禁止です、禁止です。だけどそういった意味においては自分たちの色を色濃く出していくっていうこと、田舎草を出していく。いやだから僕徳島に負けた時にあのいつまでも終わってもチン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 、いやー腹立っちゃう、憎たらしいと思ったけど、ああいうことだなと思ったもんね。言ったらさ、日本代表がまだ全然ワールドカップ出る出れないのにさ、はい、その中東に行くとさ、アウェーが、うんコーラのね、ずっとコーラ歌ってるから、あれやっぱ気持ち悪いよと思ったけど、だって気持ち悪いって思わすのが応援だもんね、うん、相手にね。今はかっこいいと思うよ、うん、文化だなって、ね、うん、だから日本代表はやっぱり気持ち悪いと思う。もうずっと雅楽流しとけばいいんですよ。わあっつって、うん、あとあの日本の古式ゆかりのの応援団のオスみたいなやつがいいんじゃない。ドンオスみたいな、ドン長友選手に向けてーっつって、そう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 、メールを送りまーすフレーフレーフレー長友フレフレ長友フレって言ったら、うん、みんな多分やるよね。そうなんだよね、あのそこまで言えばね。いやアルゼンチン来てても何これって思うよね。そうそう、帰りたい。そう、うん、だから応援ちゃんととかのスタイルもなんかその他の J2 のクラブとか J1 のクラブがやってるから、あそこメロディーだけパクりましたっていうのはもうダサいから絶対やめた方がいいよね。そうそう、群馬でもそこ言うとオリジナリティがすごすぎてみんな覚えられないんですよ。あ、うん、いや、いや違う、だからそこで群馬で生まれ育った人にはもうおなじみのメロディー、おなじみの文化みたいなとこで作ればいいわけで、ね、その変に難解にね、群馬の企業の、あのアルゼンチンとかブラジルのサポーターが歌ってるような難解なものを作るから受け入れられないんだけで、要は地元の歌で全部やればいいじゃないっていうわけで、アウェーの客からすればそれが一番きついんだもん、ね、でもあれでしょ、三宝町東京生まれでしょ、うん、
田舎俺らからしたら東京っぽいことしたいな、うん、これはねやっぱね東京のメロディー歌いたいね、うん、ヨーロッパみたいなことしたいねそこがダメだな、そうなんちゃらブギウギとか歌いたいですよ、まあでもで、ね、あの本当そういうことなんだと思うんだよね、うん、田舎を誇るのがやっぱり一番いいことだと思うで、あの本当僕意味嫌うと、さっきチンチンチンっていうあのやられたって思うって言ってたじゃない、はい、あれを大塚製薬時代からあれをずっとやらせて一時期廃れてた時があったんで、はい、でやっぱり徳島の人がスタジアムの中で阿波踊りを踊るのがかっこ悪いってやっぱり思ってたみたい、一時期、うん、で一時期やめてたんですよ、あのチンチンチン、でも、まあ、あるあるですよね、そうやってね、うん、外から見たらすげえかっこいいもんが、でそれでイタリア語で書いたゲーフラとか上げ始めちゃってあの徳島が、いやイタリアって何っていう、だってやりたいんですよ、やりたいんだよな、やりたいです、でも総長さっきほら東京憧れるって言うじゃない、はい、で東京で生まれた人間からするとね、例えば徳島の阿波ってかっこよくて、そうなんでしょ、だってどこの地方行ってもいいな、ここの地方の文化って、でそれをもしもね、じゃあ東京で生まれた東京のサポーターがさ徳島の阿波踊りのちゃんと取り入れたりさ、鹿島のね、あのイタコあたりのね歌を取り入れたらかっこ悪いでしょ、そうですね、ダサいでしょって、うん、でそれが分かってるから東京は東京なりのセンスでちゃんと作ろうってなる、だから、ね、同じことじゃないって、うん、なんでそのヨーロッパのサッカーだアルゼンチンだブラジルだ浦和だ、そんなの関係ないでしょ、そうですね、そこには自信を持たないと、プロヴィンチアが立ち上がるのはこれでも文化論だよね、そのそう自分 の, 知あの地方をもう一回誇ろうと、そうそうそう、アイデンティティを立てていいんだと、はい、僕らはこの経済で一個になろうと、だから例えばナポリのファンに憧れるんだったら、ナポリのちゃんとパクんじゃなくて、ナポリはナポリの歌しか歌ってないから、そういうマインドとか哲学は、ま、真似すればいいんだけど、そう歌真似てどうすんだろう、そうそうそう、僕もザスパにハマったのは草津節なんですよ、でしょ、やっぱりそれは皆さんしかできないことだから、もっと表現すればいいじゃない、普段言っちゃなんだけど、あのイタリアのサポーターの歌真似してるちゃんとあるでしょ、ありますね、かっこよくてしょうがないよ、旗で聞いてるやん、だってイタリアを喋れる、喋れねえんだから、最初の J リーグ黎明期のブースターとしてはよかった、そう、それは90年代で終わってるからって、今はもうサッカーは違う違う、海外がかっこいいんだよ、こういうかっこいい文化が外にあるんだよっていう中で日本を真似しましょうっていうのはもう、それはね、あの必要だったからやってただけ、いやもうその世代だからよくわかります、若いね、みんなにそこはね、だからあのなんだっけ、あの清水の次郎じゃなくて森の石松じゃなくて、森の石松って群馬県、赤城山ですね、赤城の山も、ね、赤城の山も雇用限りだよね、はい、知ってる、可愛いおめえたちも離れ離れになる門出だ、清水の次郎ね、それを先に言って国定中理、そうだから国定中理、自分たちの土地の歌や文化をそれを知らない人たちに教えてあげたもん、そう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 、ね、そのね、人形の親分がフロンターレの試合行ったことあります、川崎愛の街歌ってるの知ってる、はい、えぐいよね、旗から聞くと川崎の歌です、川崎市の歌があるんですよ、好きです、川崎愛の街って、それね、ゴミ収集のゴミ収集者になる歌なんだよ、素晴らしいね、それ本当歌うの、うん、群馬もでもサッカー云々じゃなくて、僕らも栃木県民の歌歌うじゃないですか、うんうん、始まる前に、うん、あれって僕らは校歌歌わされ、うん、国歌歌わされ、うん、で県の職員が来てる時に無理やり歌わされるんですよ、だから4番まである、めんどくせえ、絶対っちゃう、そういうトラウマがあるのね、それを僕でも大人になって、あの僕はたたきくんっていうね、うん、10番が友達だったから、うん、栃木市見に行った時にそれをみんなで歌ってたんですよ、わわ、うん、初めてでも、うん、栃木を誇っていいんだって思ったんですよね、でしょ、あんな嫌いな歌をみんな歌ってタオルあげてて、うん、感動したのもうサッカー、うんじゃなくて、うん、なんか栃木の人が初めて一個になって栃木だって胸張ってる姿、一回も群馬も多分そういうとこあるでしょ、群馬県民歌ってない、あ草津節がやっぱそうなんです、あ草津それは歌ってるの、みんな知ってる草津よいとこ一度はおいで、あああれ歌ってる、あれを試合前と試合後に歌うんです、勝った後に、だから同じちゃんと作るんだったらそのメロディーで、その地方の訛りがあるかは僕も知らないけど、
そういう方がいいよ。ちょっと歌ってみて、草津の歌。せーの。聞きます。プレミアリーグじゃんだって。本当そうだね。かっこいいと思った。ゆるネバです。群馬のゆるネバです。あ、そう。それいいね。そのキャッチフレーズ。群馬のゆるネバってキャッチフレーズ。いいね。あ、いい。いい。タイ今日。そう、タイ、それいい。あ、やった。やった採用。それいい。採用。それをしよう。今だって何の打ち合わせもせずにね、この3人で。それはもう世代も全然違うのに。ソウルが繋がってるってこと。みんな歌って群馬のゆるネバみたいなゲーフラみんなで出した方がいいかな。それをメインスタンドやバックスタンドで見てる人にどんどん見せた方がいい。さつぶしって書いてた方がいいね。群馬のゆるネバってね。いいじゃない。いいじゃない。そういうのがね。でこういうトーク雑談のようなトークから多分フットボールの文化どんどん広がっていくし、うん、みんな考えるようになるから絶対雑談ファンで、それね企業チームでもできて、うん、ホンダロックの場合最近廃れちゃってやってないんだけど、コーナーキックの時にあのボール注意よしって言って下方針よしよし工場の指差し確認ないコーナーよーコーナーよはすごく根っこになるほどね。だからあのゴールの鍵は自社製品っていうお玉が効くんだよ。だから最大公約数はそうどこでも取れるのよ。だから、うん、その別に企業チームだからとかその群馬だから取れないとかっていうことではないっていう。だから相当が冒頭に単位に言ってたサッカーが好きだったら一回サッカーを捨てろっていうのもそのサッカーを好きになってほしいわけじゃないみんな、うん、自分の周りの人も それをサッカーでサッカーのピッチのサッカーの話したって好きにはなんないよね、うん、だったらもっと大きく取れる文化、うん、つまりその土地にいる人だったら絶対クスって笑っちゃうこととか、うん、そういう方でそれがねあのそっちの方が絶対増える最大公約数、うん、なるほど最大公約数大事なことあの今2000年代入って2010年代十何年経ってて増えてるチームもあるでしょ、はい、みんなそうだもん共通するのそこ、まあ、今まで そのいわゆるガンバだとか鹿島だとか浦和だとかっていうあれは20世紀のサッカーだそうそうそう、うん、我々を目指すところは21世紀22世紀のサッカーのことかっこいいですね言ってもらうよ目指すところね、うん、我々はもう20世紀のサッカーも散々見てきてるからそういうことだね今はさすがに入れるけどさすがにピーさすがにピーは入れるそれもその判断をつけさすがにまあということで、まあ、そういうことで、そういうことでそろそろ終電もないからそうですね、うん、じゃあ相当、はい、いい機会だから来年一回ちょっと行きましょうよ群馬ねぜひぶらりとあれゼロフィッシェルシャルケ上等兵があのもう9位ぐらいになっててこの2人の世代中の今一番 J リーグが欲しがってる、はいね、みんなもう世代上になっちゃってますから、うん、J リーグが一番欲しがってる世代だもんね君たちが友達を連れて君陽忍ぶ仮のいくつだね何歳陽忍ばないですよ2人22素晴らしい素晴らしい平成生まれか4年おー俺は昔平成4年の車に乗ってたんだそうね、うん、そのぐらい違いますよ、うん、で1900何年生まれってとこ92年生まれほらあ J リーグナビスコカップが最初にプレーでオープンした時だよそうだその時はね日産 FC 横浜マリノスって言ってたうるせえうるせえなこのおじさんだからでもねこのシャルケ上等兵、うん、シャルケ上等兵ね二等兵二等兵があの年代がもっともっと若い者がスタジアムに来るようにするには、うん、さっき言った90年代の J リーグのサポーターなんかが作った文化なんて全部捨てた方がいいんだ、うん、だって知らないんだからそうですよねでも30代40代の先輩サポーターが刷り込んじゃってるからそれ、うん、そうそう早く捨てなきゃなっちゃうよって、うん同じことにね、どん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 収縮するだけなんだから新しい価値観なんて早くやった方がいいよ、ねうん、その通り
それ切り替えて早くやった方がいい、はい、ね、もう答えは出てるから。一番いいのはな、あの5トンの貨物車に真っ暗な時に押し込むんだよ。そこでそこでずっとちゃんと流していてあのそこであのそれあのそうするとだな、あのでもね、だってこの世代のお二人がね、帰らずに聞いてくれたとか何か感じてくれたのかもしれないじゃないですか。僕とツイッターでつながってるだけですからね。素晴らしいです、ね、あと下半身でつながればこっちから教育する、まあ、なるほど上杉謙信方式初対面だけど初対面だけどあれだけパンって振ってちゃんと逃げずに乗っかれるんだから、うん、おそらくそのセンスを持ち合わせてるはず。だからあとは日々の楽しみをやって、まあ、期待して。君栃木生まれ？いや群馬で東京在住？はい、今。あ、じゃあ今度、ね、あのスペリオ城北というとこ見に行くがいい。あそこでは東京に住んでるね。東京。あ、そうなんだ。ピンタ城東京。この間来てくれて、そうなんだ。かなりエリートです。声出してくれました。あ、でこういうまさにね、宝の世代だから、ね、東京にいるんだから、東京ってセンスの磨く場としては一番いろんなものが見れるから、うん、それをどん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 田舎、ね、自分の田舎に持ち帰るっていうことはやった方がいいし、うん、あの山側の伸びたとこはそこなんで、なるほど、な山側のあれはすごいですよ、うん、東京に住んでるやつらがどんどん元に、こんなアンテナ開かれたもの、でも持ち帰る、中央線でな、バンバンあの流出してんだよ、人材が、うん、そうですね、だから君とか東武線で流出してんだよ流出させなきゃいけないし、そうですね、君とか高崎線でちゃんと流出させないとダメなんですよ、うん、宮崎なんてほら新幹線も何もないから孤立してガラパゴスだから、うん、よく相当が言ってるのはその東京にいるんだったらそこから盗んで自分たちの土地の形に変えてアジャストしてぶつけるっていうのを相当よく言うんだけど、それが絶対秘訣だし、やればできるし、サポーターなんか特殊な人間なんか誰もいないから、普通の人がそうやってよくしてただね、あのやれることをね、やれば、だ僕パソコン得意なんですって言ったら、そういう、そうあのパソコンを使った面白いこと、適材適所、サッカーのポジションと一緒ですよね。そう、あの僕はゲーフラ作るのが得意なんですって言ったら、ゲーフラを作るのをやっぱりやればいいし、それをその一人だけでやるんじゃなくて、できればいろんな工程をみんなにあの携われて、できるやつって全部自分でやろうとしちゃうんだけど、じゃあお前はゲーフラの布買ってきて、お前はゲーフラのペンキ買ってきてって、俺が書くからって言ったら、それは3つの作業、3人が携わっては、もう俺は面白い写真撮って面白い文章する、拡散するわ、ね、で僕はパソコンを使って発信するからって言ったら、それは共同作業になるから、そういう風に一人でやった方が楽なんだよ。一人でやった方がいいし、レスポンスもいいのかもしれないけど、そういう人間をいっぱい携えることで、ね、やっぱり大きな輪にしていくっていうことは、うん、関わる人間多い方が楽しいしね。うん、うん、残念ながら宮崎に一人もいなかった。さあ、というわけで、はい、お時間でございます。お送りしてまいりました。非常になんかね、新しいメンバーと楽しい話が。いいね。これはもう、シャルケ、シャルケ二等兵タイプだよ。いや違うから、冗談だからね、冗談だから。タイプ今相当がね、お姉のポーズ。いやもう1時間近く撮りましたね、これは。二三本に分けましょう。じゃあ次はいよ。2本に分ける。2本に分ける。次は阿佐ヶ谷深夜でね。そうですね。次はあの深夜の100人ぐらいの J2等のイベントをね、うん、皆さんお会いしましょうということで。はい。ね、ありがとうございました、遅くまでね。はい。はい、お送りしたのは口だけ達者なライト総、私ライト総長と、夫の参謀長である、そして湯煙隊である、そして真のフットボール革命の指導者ロック総統である、そして遠くからでもいいので自己紹介を、そしてインター上等兵である、そしてダルマ軍曹である、そしてケーキ大好きブータス、そしてデコッパチである、最後にシャルケ二等兵である、君がしたいことは代表やめたくなる、やかましいわどうしよう君、結集せよ、これは革命である、ありがとうございました、素晴らしい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 よ、大変だろうね。